トランスポートフィーバー2は素晴らしいゲームですが列車の停止が不自然という欠点があります列車がホームに入ると緊急停止並みの急減速で停車しますそこで以前速度制限モッドを使ってホームの手前で列車の速度を落とし自然な停車にする方法をご紹介しました 今回はそれにプラスしてリアルブレーキモッドを使ってさらにリアルな停車を再現してみます。 よりリアルになったのがわかるかと思います。皆さんもぜひ導入してみてはいかがでしょうか。ラバーダックでした。バイバイ。